ついについにこの日がやってきました。皆さんこんにちは。おなじみクロスベルタイムズのグレイス・リンです。今私は本日午後2時から開催される再独立調印式の特設会場前に来ています。ゼムリア大陸としても歴史的となるクロスベルの再独立はもう目の前。町の人たちは今何を思っているんでしょうか。まさかこのような形で再独立を迎えられるとは思わなんだ。帝国領になってから2年と数ヶ月、長かったような短かったような。だがついにクロスベルが長年の悲願を果たす日が来たのだと思うと、こう胸に来るものがあるな。それでは皆さんもご一緒に、クロスベル術中万歳。なんだか緊張しますよね。警察も式典の警備で慌ただしくって。でもこれまでの苦労がようやく報われる日が来たんだなって。これも今までクロスベルのために戦い続けてくれた支援課の力が大きかったんじゃないでしょうか。部署は違いますが、警察の同僚として本当に誇らしく思いますよ。特務支援課ありがとう。あんたたちこそクロスベルの英雄だ。いや、あそこにいるのはマクダイル議長。議長、コメントお願いします。調印式前の心境はいかがですか。ついでに噂の美人秘書エリーさんと支援課エースのカレットの中についても一言。グレイスさん。また君か。議長は忙しくてね。少しくらいは構わぬだろう。今日という日を無事迎えられたのは、近隣諸国や多くの方々のお力添えがあってのことで、長年市議会に携わり続けた者として、そして一クロスベル人として、ただただ感謝するばかりであります。クロスベルが歩み始める新たな一歩をどうか見届けていただければ。ついにこの日が来たよ兄貴。ずいぶんかかってしまったけど、ようやくクロスベルにも平穏が訪れそうだな。大変なのはむしろこれからだろうけどね。大丈夫だよ。これからもみんなで力を合わせていけば、キーヤもロイドたちと一緒に頑張るから。そうね、私も精一杯支えていくつもりよ。これからも見守っていて、ガイさん、ロイドたちとクロスベルのみんなを。さてと、そろそろ行くとするか。キーヤ、セシルネーもそれぞれ用事があるんだったな。ええ、ちょっとイリアのところに顔を出そうかと思ってるのよね。リハビリが終わってまだ一月なのに、ずっとエンジン全開らしくって。イリアらしいよね。心配はいらなそうだけど、キーヤはギルドで雫と待ち合わせてるんだ。ああ、避難していたレミフェリアからようやく帰ってきたばかりなんだよな。俺も調印式前に町の巡回を任されててさ、後で二人のところにも顔を出すよ。分かった。それじゃあまた後でね。行ってきます。
再独立か。これまで以上に頑張っていかなくちゃな。捜査官としても支援課としても。ああいたいた。ロイドさん。あ、ノエル、ワジ、二人とも来ていたんだな。はい、調印式の警備の段取りで。さっきそこでキンヤちゃんたちにも会いましたよ。エラルダ大司教芸家が式に出席されるからって借り出されちゃってね。七王教会としても異例の再独立。さすがにいろいろと慌ただしいみたいだね。やれやれ、どうして他人事なんだか。こういうやりとりも久々ですね。あの解放作戦から1ヶ月、王子殿下の結婚式では顔を合わせましたけど、事件後の処理でほとんど会えませんでしたし。僕もずっと報告と行き来してたからね。ようやく帰ってきたって感じかな。改めてただいま、ロイド。なあ、おかえり、ワジ、ノエルも。本当にお疲れ様だった。はい、ロイドさんもお疲れ様でした。